ああ、あ、久保さん、今回、警察官に商品を売る方法にしましょうか。警察官に商品を売る方法。まあ、実はですね、これあんま言わない方がいいかな。まあまあまあ、一応、そういう関連のね、お仕事、あの疲れてる人がいて、まあ、実際にあの裏で、副、ま、業、あ、やるみたいな感じでね、あのこうやってる人がいるんですけど。 あのーねまあ、ぶっちゃけ言うと公務員だし、なんですかね、まあ、一度ちょっとお話ししたことがあるんですけども、公務員だし、今、まあ、給料もあれじゃないですかっていう話をしたんですけども、やっぱりね、安定はするんだけども、安定はもちろんあるんだけども、それ以上にはならないと。まあそうなんですよね。<laughs> それはそうだと。<laughs> 確かにそうだなと。<laughs> その通りですみたいなね,ね。まあ確かに安定はあるんだけども、それ以上にはならないってことですね。 うん、まあまあまとえてるな、まあ、確かにまあ事実だなみたいなだからその公務員になったら確かに安定はあるかもしれないけれどもじゃあそのアッパーはもうそれもアッパーも決められてるというか例えば、えー、給料が毎月50万入ってるとしても給料が500万入ってくるってことは一生一度とはもないですよね多分どんだけ頑張っても公務員のあのまあ その公務員、公務員、まあ、弁護士とか、あ,あ、弁護士、あの、国会議員とかだったらまたちょっと変わってくると思いますけども、まあ、警察官で月500万もらうとか、まあ、ちょっと難しいですよね。1000万もらうとか。うん。多分、どう頑張ってもその給料っていうのは、まあ、まあ、アッパーがあるんじゃないかなと。まあ、自分でね、まあ、コンテンツビジネスとかビジネスやれば、別に可能ですからね。僕の熟成さんでも月で1000万あげた人も何人かいますから。だらアッパーないですよ、結論。 で久保さんもね、売り上げとしては月1億でしたっけね、うん。で、着金が1000万ぐらいでした。あの時ね。確か。うん、まあ自分でやればね、アッパーないですから。うん、だから結局その何、何かっていうと、警察の方も、あの、安定はしているんだけど、<laughs> 不満もあるってことですね。要は、アッパーがあるという不満ですよね。うん。だから面白い。あ、確かになっていう。あ、だからか買うんだ、みたいな。 思いましたけどねいってらっしゃい